ベンマックスです。こんにちは。今日はですね、私、チープカシオの、またチープカシなんですけど、DW290 という商品を買いました。で、これ、今まで、ね、ずっと欲しくて、でも、買うまでには至らないかなと思っていたんですよ。で、ある日ですね、急に価格が2000いくらか3000いくらくらいで売ってたんですけども、ずっと。で、これ日本では未発売のもので、海外から輸入してくるという形をお店さんは取っているようです。で、なんで急に買う気になったかっていうとですね、どうもこれがミッションインポッシブルの、一番最初のファーストのミッションインポッシブルで使われたモデルということが画像解析で分かったらしくてですね、で、急に値段が跳ね上がっちゃったんですよ。で、私が買った時は、4500円でした。なんで急に値段が上がったんでちょっと抑えちゃったんですけど、私ね、それまでは、皆さんもそう思ってると思うんですけれども、この5300ですね、DW5300、 これがミッションインポッシブルだと思ってたんですよ、私は。で、まあこれは派生機なんですけれども、同じミッションインポッシブルでもちょっとこれはちょっとニュアンスが違うんですけど、僕は好きで、このグリーンが好きで買ったモデルですね。前にもちょっと紹介したかもしれないですけども。で、これはミッションインポッシブル2で使われた6900ですね。ちょっと電池が切れちゃってますけども、ちょっとこんなのもあったりします。で、この辺はですね、ウレタンですね、樹脂の。で、これはですね、加水分解して、ダメになっちゃうっていうことがよくあります。ですが、こちらの DW290 に関してましては、レジンを使ってますんで、加水分解することはないということなんですね。なんでこちらの方が長く使える、比較的で。出たのもこれ1995年4年ですか。で、5年にミッションインポッシブルでしたよね。なんで最初、これ、3種類あるんですね。前期、中期、後期。これは一番後期なんですけれども。でも前期のやつは、日本製なんですよ。多分、それをトム・クルーズがつけてたと思うんですけれども、それの後に、このメイド・イン・チャイナのやつになりまして、で、現行が、これが、何年だったかな。すいません、忘れました。90年代に登場して、20年というロングランで発売されているものなんですよ。ここら辺もね、緑になっちゃって、ちょっとそのミッションインポッシブルのニュアンスはちょっと消されちゃったのかもしれないんですけれども、これがそうだということで、海外のですね、サイトとか YouTuber なんかもですね、これミッションインポッシブルモデルだっていうふうに、動画を上げてやってますね。で、私もね、これ今、ですね、値段も高くなって4000、5000、5000とか8000円とかいうところもあったりします。
で、これチープカシオなんでそんなに値段張ってもしょうがないと思うんですけれども、気になる方はね、早めに抑えちゃった方がいいんじゃないかなとは には思ってます。で、だんだんお店もね絞られてきまして、今見たら楽天で4社、アマゾンで2社だったかな、3社、だんだん売られてる店がだんだん少なくなってきてますんで、安いところはもうだいぶなくなってきちゃってますんで、そのうちアマゾンでね、とんでもないプレミアム値段になって出てきちゃったりするかもしれないんで、本当に欲しい方は早めに買った方がいいと思います。でね、これイルミネーターバックライトが、まあ、ちょっと光りすぎで、まあ、こんな感じに光ります。前の豆球とはちょっと違って、で DW ってね名前がついてるんで、まあ、ちょっとここはバンドはウレタンなんですけれども、これはねバンビかなんかのウレタンバンドでも替えが効くと思うんで、これはもう消耗品で、でここはね、いつまでも持ちますんでいいと思います。でこれ落下させちゃうとこうベロンとなって落っこっちゃう、まともに落っこっちゃうんで、 G ショックみたいにこういうふうにここでクッションにならないんで壊れちゃいますんで、そこら辺だけ気をつけた方がいいとかなっていうふうには思っています。そんな感じでDW290。一応ですね、機能を見てみますと、今日ウェンズで、7月8日に2時、今午後2時4分ですね。それから、これアラームは1本しかありません。アラームは1本しかないですね。そうですよね、1本しかないな。そうですね。で、ここで音を鳴らすか鳴らさないかっていうのをね、ここで決めるわけですね。タイマー、これが、タイマーですね。24時間、今24時間にセットされてるんで、こう押すと、ここじゃないな、ピッと押すと24時間で、まあこれ2の設定ができますので、2の設定ができますんで、ここで時間と、こう何分っていうのとで決められます。で、秒は決められるのかな。で、秒をやってみましょうか。あ、ダメだ。秒はダメですね。分までですね。進めていけるわけです。あ、秒数もできるわけですね。これをこの辺にして、アラームをセットして。
7秒でいけるわけですね。秒数でもいけますね。今のが、タイマーの機能ですね。操作系がちょっと微妙に違いますね。古いモジュールだからかな。で、ここでタイマーでストップウォッチですね。100分の1秒まで刻みます。ここでスタートだとね、G-SHOCKなんとそうなんですけれども、上でスタートなんですね。ここでリセットですね。はい、これだけの機能です。とてもシンプルな機能で、20年ロングランの、モジュールでございます。こんな感じでですね、今日 DW290 ちょっと紹介してみましたけれども、ぐさっと刺さった方は早く買った方がいいと思います。ミッションインポッシブルで使われたということで、どんどん値段が跳ね上がっていってますんで、これね、本当に G-SHOCK のウレタンと違って加水分解を起こしにくいんでね、形もなんかかっこいいですし、とてもいい商品じゃないかなと思います。今だと4000ぐらい取られます。4000、私が4500円取られたんで、5000円とかになっちゃうかもしれないですけれども、なかなかいいですね。裏は、チャイナってあるんですけれども、チャイナ、メイドインチャイナですね。今もう、このぐらいのレベルのものは、メイドインチャイナで作れちゃうわけですね。ファーストがジャパンだったんですよね。ジャパンメイドだったんですけども、で2代目からがチャイナで、これもチャイナということで、そういう風になっているみたいです。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。どうも失礼いたしました。